トマス・アンドリュース・ヘンドリックスはアメリカ合衆国の政治家、インディアナ州選出の会員及び上院議員第21代アメリカ合衆国副大統領。ヘンドリックスはオハイオ州ゼンズビル近郊の村で生まれ、1820年に両親と共にインディアナ州へ転居した。彼は1841年にハノーバー大学を卒業し、1843年に 放送会入りして、インディアナ州、シェルビービルの中で弁護事業を始めた。1848年には、州議会議員、州憲法制定会議のメンバーであった。また民主党から第32と第33議会に選出された。1854年の選挙では落選した。彼は、旅費委員会及び、無効年金委員会の議長であった。 ヘンドリックスは1855年から1859年まで一般国有地管理局の委員を務め、1860年にインディアナ州知事選に出馬するが落選した。彼は1860年にインディアナポリスへ転居し、弁護事業を始めた。その後、上院議員に選出され、1863年3月4日から1869年3月3日まで、 同職を務めた。彼は1872年にインディアナ州知事に選出され、1873年から1877年まで同職を務めた。1872年の大統領選挙では民主党の大統領候補、ホレス・グリーリーが一般投票の数日後に死去したため、ヘンドリックスはグリーリーへ投票を行った42の選挙人間の投票を獲得した。 ヘンドリックスは1876年の大統領選挙でサミュエル・ティルデンの伴走候補者として出馬したが落選した。1884年の大統領選挙ではグロバー・クリーブランドの伴走候補者として当選し、前任副大統領チェスター・エイ・アーサーが1881年に大統領に昇格以来空席だった副大統領職に着任した。 ヘンドリックスは1885年3月4日から数ヶ月後にインディアナポリスで死去するまで同職を務めた。彼はクラウンヒル墓地に埋葬された。彼の死で副大統領の地位は1888年にレヴィピー・モートンが当選するまで空席となった。ありがとうございます。